私は沖縄の民奈島という島出身なんですけど、生まれてから15歳まで島にいました。その間、私のお父さんから三線で沖縄の民謡を、教えてもらっていたんですけど、今日はその民謡の中から1曲弾き語りしたいと思います。それでは聴いてください。冷やみかち節。緊張も残りますが、だいぶ 落ち着いてきました。 やっぱり三線ね、ずっとやってたので、ちょっとね、三線持って